西那須野町は栃木県北東部に位置していた町である。大田原市への通勤率は21.5%。西那須野町期2005年1月1日に黒磯市那須郡塩原町と新設合併して那須塩原市となり廃止した。廃止当時栃木県内では人口最多の町であり、矢板市や旧日光市よりも多かった。全域が 那須のが原に放含される。明治以前は原野であったが、明治期の食産工業政策により、日本国有鉄道東北本線、那須素水、那須のが原開拓事業により、形成される。県北部の交通の要衝として著しい発展を遂げる。合併前は、町として、県内最多人口であり、日光市、八重田市の西よりも人口が多かった。 人口密度は764.13キロ平方メートルで、ナス、塩谷地域では最も高かった。農業分野においては、日本三大疎水の一つに挙げられるナス疎水が整備され、かつて不毛の地と呼ばれた荒野に美しい田園地帯が広がった。西ナスの地区仮の地区高等学校中学校、小学校周配局及び郵便番号は以下の通りである。 郵便局全域が大田原 MA の管轄である。市外局番は0287。収容局は以下のビルが該当し、市内局番は以下の通り。国際医療福祉病院なすのが原公園。右奥の山は高原山。ありがとうございます。